ても数千でしょ。うん、いいよ、おばさん社会人だからね。じゃあボーナッチがいい。みんな持ってるのに僕だけ持ってないの。おいっこよ、何でもいいとは言ったけれど、そのチョイス社会人1年目にはきついぜよ。景品でいただきましたが、いらないので出品します。ほぼ未使用です。ほぼ未使用なら中古でもいいよね。そんな感じで私はフリマアプリを利用しゲーム機を購入。しかしおかしいな、発送から5日も経ってるのにまだ届かない。え、商品が発送済みになってる。そんなはず。私は慌てて配送業者へ連絡。それが不在だったので隣の奥さんに預かってもらったんですよね。え、お隣さんにですか。昔じゃあるまいし、今時そんなことする。普通に不在費を入れておけばいいじゃん。翌日、お礼もしなきゃでめんどくさい。すみません、隣のものですが、荷物を預かっていただいたようで。どうもご親切にありがとうございます。はぁ、一体何の話。いや、それが配送の方に確認したら、うちの荷物を隣の奥さんに預かってもらったと。モナカリからのこのくらいの箱だと思うんですが。いや、知らない。うちじゃないわよ。隣って逆隣じゃないの。え、あ、いやでも右隣って聞きましたし、左隣は確か空き部屋ですが。しつこいわね。だから知らないって言ってるでしょ。でも確かに隣の奥さんにって。何これ、なんかの詐欺なの。これ以上わけのわからないこと言ってくると警察呼ぶからね。キヤミ、二度とうちに来ないでちょうだい。ちょっと、なんなのよ。ケーキが受け取ってないって言われたんですが、本当にうちの右隣の方だったんですよね。はい、それは確かに家に入っていくのも確認しましたし。そもそもですけど、お兄さん、なんで私の荷物他人に渡しちゃったんですか。今時お隣さんに荷物渡してなんて頼むことなんてします。これはまた不在かよ。うぜえな、どいつもこいつもネットで買い物しやがって。また不在ですか。お疲れ様です。え、あー、どうも。私、隣の家のものですが、よかったらその荷物をお預かりしましょうか。あ、いや、でもこの部屋の人、勤務シフトが不規則でなかなか捕まらないと思いますよ。私、彼女と同じ職場だから、明日でも休憩室に手紙書いて荷物を置いておけるけど。マジか、正直超助かる。この忙しい時期に何回も来るのめんどくせえんだよな。本当はこういうのダメだけど、お隣さんで同じ職場の知り合いならいいよな。いいんですか。じゃあ任せて。今までも何回かこういうことあったの。助かります。なんだそれ。一応不在表にもその旨書いておいたんですが。不在表なんてなかったですけど。ご丁寧に不在表も抜き取られたってこと。そもそもその人同じ職場でもないですし、会えば会釈するくらいの隣人なんですが。結局配送業者が非を認め、全額弁償してくるということにはなったが。隣人にあんなことされて腹の虫が収まらないわ。被害者だけお主。弁償してもらえるんでしょ。下手に大ごとにしなくてもよくない。よくない。警察へ手向き、盗難の被害届を提出。さらに大家さんに事情を話したところ、証拠になりそうな包装紙などが捨てられてないか、マンションのゴミ捨て場をチェックしてくれるそうで。私は後日、警察と配送業者と一緒にお隣に出向くことになった。その前日。ピンポン。はい、こんにちは。突然すみません、今近隣を巡回中でして、最近この辺で空き巣の被害や不審人物の目撃が多発しています。戸締まりには十分お気をつけくださいね。あと配送物盗難の件も本部から伺っていますので、また何かあったらご連絡くださいね。はい、ありがとうございます。いよいよ明日突入か。一体なんて言い訳するのかしらね、あの奥さん。宅配のお兄さんが証人になってくれるから絶対に言い逃れできないでしょ。お、これは私のモナッチ。その夜、妻のほんの出来心なんです。商品は返したことですし、本便に済ませてもらえませんか。隣の旦那がやってきた。返したって、まず謝るのが先じゃないの。いや、返したからっていいことになりませんよね。奥さん盗んだんですよ。もうすでに警察には被害届出してますし、帰ってきた商品も警察に証拠として提出しました。指紋が証拠になると思います。うえ、そんな、あんまりですよ。いくら積んだら許してくれるんですか。あんな嘘ついて。よく言うよこの夫婦。今回の件は絶対許せない。とにかく示談にする気はないのでお引き取りください。お母さん、ビバ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 
ちょっとソラさん、隣のサメだけど、ドア開けなさいよ。翌週来た。うっさいな、何時だと思ってんすか。朝の5時ですよ。被害届なんだけど取り下げてくんない。モナッチ取ったのこの子なの。だから許して。ねえお願い、少年法って知ってるでしょ。ほらうちの旦那って稼ぎが悪いからなかなか欲しいもの買ってあげられなくて。いやいや、オタク BMW 乗ってますやん。ママ僕何もしてないよ。し、昨日練習したでしょ。あんたは可愛くごめんなさいって言うんでしょ。呆れた。逃げれないと分かったら無実のお子さんに罪着せようって魂胆ですか。違うわよ。ねえ僕何もしてないよ、眠い。これ以上うるさくするようなら警察呼びます。バリケタリオン。使い回しのギャグムカつく。その後隣のドラママは窃盗の件で警察に連れて行かれたのだが、同じ職場で働いてると偽って隣の方のゲーム盗みましたね。だから盗んだんじゃなくて預かったの。でも嘘ついたでしょ。自分のものにしようと思って。ねえねえねえ、だから盗んでないって言ってるでしょうか。はい、アウト。ちょっと頭冷やしにスペシャルルーム行こうか。そしてそのまましばらく鉄格子のスペシャルルームへ。この度は妻がご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。あいつは昔から浪費家で、結婚してからは私がお金を管理していたんですが、ソーラさんのゲーム機も子供のためだと思ったら遊ぶ金欲しさに売る気だったようです。前回は気が動転して謝罪もちゃんとできてなくて申し訳ありませんでした。なるほど、改めて旦那さんからきちんとした謝罪を受けた。どうやら他にも余罪があるようで、前にも他人のものを盗んでは売っていたみたいなんです。とんでもないですよね。手癖が悪いのね。近々引っ越しますので本当にご迷惑をおかけしました。パパ、ママはどこに行ったの。ママは頭の具合が悪いからちょっと病院に入院してるんだよ。はぁ、君はいい子に育っておくれ。その後頭の病院から出てきた奥さんとその母親に職場を襲撃されるというプチ事件も起きたが、ママあいつよ。あんたね、うちの子をはめたってやつだ。ぎゅえ。旦那さんがきちんと引き取りに来てくれた。達者でな。やだ、別れたくない。引っ越した後親権も取られ正式に捨てられたらしい。はい、コージくん、モナッチだよ。うわボロボロ、ありがとう、ソラおばさん。中身はほぼ新品よ。おばさん今回すっごい頑張っちゃった。あんたそれ一体どこで手に入れたの。戦場。ね